天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあ今日も差し入れいただいております。ご紹介したいと思います。はい、モルミョンさんから元気の玉おいしい棒。モルミョンさんありがとう。ワイワイさんから指ハート焼きそばパン2つ、お疲れ様の花束。わ、ワイワイさんたくさんありがとうございます。いただきます。へをこいてもよろしいにゃさんから元気の玉おいしい棒。へをこいてもよろしいにゃさんありがとう。ポンちゃんさん元気の玉。ポンちゃんありがとう。よしふみさんコーヒーとおいしい棒。よしふみさんありがとう。ねこなあすさんコーヒー。ねこなあすさんありがとう。京香みかんさんコーヒーおいしい棒。京香みかん、みかん、うん、ありがとう。バッチコお豆腐改めソイさんからお疲れ様の花束、うん、バッチコお豆腐さん、バッチコお豆腐さんがソイさんだったんですね。ソイさんありがとう。そしてアイさんがおいしい棒6本。アイさんありがとう。ニーハオ清水マス南アフリカさんからおいしい棒6本ニーハオ清水南アフリカ長いねん、うん。ひとでまんさんからお疲れ様の花束。ありがとう。ひとでまん。ポンコツ前髪さんから元気の玉とおいしい棒ということで、ポンコツ前髪さんありがとう。ありがとう。お便りもご紹介したいと思います。ですね、こだまラテさん小島ラテならぬ小玉ラテさんからね、元気の玉とおいしい棒ありがとうございます。よくあることだと思うんですが、うん、赤の他人と帰り道がほとんど同じ時ってありますよね。ある。そうなると長い時間近い距離を保つことになります、うん、いや私は男性なんですけど、うん、女性とそういう状況になると少し気まずくなります。不審者に思われないかなと気を使ってしまうんです、うん、考えすぎでしょうかっていう。いやわかるわかる、うん、特にねやっぱり遅い時間とか、うん、夜帯の時間でこれがあった時はね、なんか同じ方向にずっとっていうね。いや私まさにある昨日やったかな、あったんよ直近。いやそうそう、なんかあのめっちゃ直近途中からね、まあ、竹内さんと途中までチャリで、ね、自転車で一緒で途中から、はい、まあ、割と結構序盤で別れるんですけど、はいはいはい、あの別れてからすぐ、うん、結構もう人通りないねん あそこから。そうなんや。もうねなんか団地というかマンションみたいな、うん、が両サイドにあってっていう感じの、うんうん、ずっとあとまっすぐやねんけど、うんうん、一気に人通り少ないのよ、うんうん、で車通りもないし、まあ街灯はあんねんけどな、うんうん、暗くはないけども、そうそう人通りが一気になくなるねん、あそこからな、うん、ほうほうほう。でちょうどもうそこで別れた瞬間ぐらいから、うん、なんかちょっと自転車の音大きめの人やって、なんかはいはいはい、おるな、うん、なんかカラカラカラとかじゃないねんけど、カラカラじゃないけど、へん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 っていうタイプのなんか、あのさ夜の電灯つけたら急に音でかくなったりするな。あ、それやな、うん、その音やな、うん、してて、うん、あ、まあ後ろに人おるなぐらいの自転車でね、うん、思ってたんですけど、うん、なんかずっと一定の距離感で聞こえる程度でずっと後ろやって、その人がなんか抜かすでも曲がるでもなく、うん、そんで自分の家までは3回ぐらい曲がるとかあんねん、うん、もっとあるか4回ぐらいあるんですけど、うん、ずっと曲がらへんくって、うん、ずっと一緒の道やったやん。そう、うん、ずっと一緒やって、なんか、気持ち悪い気持ち悪いと思って、うんうんうん、でも男性か女性かも分からへんし、分からへんな。で一旦結構スピード緩めてん、ほう、さっき行かそうと思って、うん、いつまでもこう後ろやったらある程度距離空いてたらあれやねんけど、うん、まあまあ近いなと思って、はいはいはい、音の感じで、うん、で緩めてんけど抜かさへんねん。ほう、え、怖っ、抜かす感じなかったんやんか、え、なんで、結構離れてんのかな実はとか思いながら、うんうんうん、そのままずっと追って、で最後の曲がり角の一個前で信号あるんですよ、はい、そこがたまたま赤やったから、はい、止まってて、でその人も止まったんや、うんうん、まあ、見た感じめっちゃ普通な感じの人やって、まあ、結局別に何ともなかったし、はい、男性、うん、男性やって、で信号青になった時にすぐ行かへんかったん、私が、うんうんうん、携帯触ってもういつもやったらパッて行くねんけど、はいはいはい、携帯触ってなんか用事あるして気づいてないふりした、うんうんうん、それでもパーって先行ったから、あ、別にだからマジで、はいはいはい、追いかけたろとかも何も思ってなかったんやと思うねん、うんうん、見た感じ30代のサラリーマンの感じだった、なんか、うん、ワイシャツ着てたし、うんうんうん、別にそんな怖がらそうとも思ってなかったと思うんだけど、はあはあはあ、やっぱりなんか距離近いと怖いね、夜道やとな、怖い。だからもうそういうね、まあ、男性側もね、そんな男性側もかわいそうやな、でもな、気の毒というかさ、うんうん、なんでそんなん気使わなあかんねん、お前なんか追いかけてへんわと、そう、うん、思うんやろうけど、そういう状況に出くわしたらやっぱ特に女の人とかはいやどうしようってなったりするから、道変えれんやったら変えた方がいいよな、いやし、そうやな、なあ、なんかベストはそうやけど、まあ、こっちも頑張って変えるけどな、もう抜かすやな、ベストは。そうやな、もう、うん、歩きやったらちょっともう
バーっとな、うんうん、早歩きで。でもさちょっと早歩きで近づいてきてるのもさ抜かすまでは怖いよな。確かに。なんかだいぶせり上げてきとんなってこいつなんか競歩できたな。だから逆にね、うん、女の人でそういう体験されたことある人もめっちゃおると思うねんけど、はいはいはい、後ろから足跡近いのずっと一緒やな、うんうんうん、嫌やなって思う人で、うん、早歩きする人多いと思うねんけど、うん、早歩きしてってじゃなくて逆に止まるか、うん、ゆっくり歩くかするだり電話するふりして、はいはいはい、後ろ向いて止まるとかした方がいいと思う。なんか逆に怖なるどんどん。確かにね。私もしばらくチャリンコでそのまま行ってんけど怖い怖い怖いって恐怖よけ募ってきて、うんうんうん、ってなったから。最悪両手振りました勝てるけど。そうやね。わかる。わかんねえわかんねえ。私ってな。マスミがね最悪両手振りました大概の人間には勝てんねんけどね。私両手振りましたみんな逃げんねん。せえ。そうやねそれはあんねんけどやとしてもやっぱ怖いぞってことやな。そうでもさこのどっちやろってなって、うん、止まった時に相手も止まったらもう確定やん。むっちゃ怖ないその瞬間。それは最悪やな。終わったってだから終わりの場合の対処法はございませんですよね。ほとんどがでも間違いやし。そうやねあの逆パターンあんねん。自分が後ろやって、うんうんうん、ちゃうねんちゃうねんっていう、うん、ちゃうでみたいな、うんうん、なんか警戒しとんなっていうね。あんねん、うん女の子がな。なんとなく雰囲気でわかるよな。わかんねん、うん、こちょっと後ろチラッと見たりとか、うん、あのコグスペース流行なったなとか、うんうん、ペースなコグペースな、うん、なんつった、うん、コグスペース場所もうええかもうベロ切るやめときなさい後悔するから脳の血管もいっぱい切るあんたもう今ぐちゃぐちゃなってるから滑舌がね。いやわかるわかる。それは怖いな。そう自分も疑われたことはあるから気悪いなっていうのはめっちゃわかるけど、ね、でもほんまにそのやばいってなった時の対処法みたいなのをね、うん、テレビで、うん、あの防犯はいはいはい専門家みたいな人が防犯一本で飯食うてる人そう防犯で飯を食ってる人がさ言ってたんやけどなんかあのこれマジかと思ったけど、うん、あの頭おかしいふりしてくださいってはあだからあの炭とかに追い詰められるとするやんこう、うんグーって、うん、そしたら「うわ!」とか、うん、規制上げたり、うん、もうあの焦点定まってないみたいなふりして「うん、あこいつあかんやばい!」って、うん、鳴らしてた方がいいですと。なるほどな。そのキャーとかあの声出されあむずいけどなめっちゃむずいけど、うん、それが一番あの防げると。確かに、うん、やばいやつはやばいやつ苦手やからな。うんそうやばいくせにな自分が言っちゃうお前もやばいやないかっていうことなんですけど、うん、なんか「はあ!」変なふりするっていうか。はいはいはい、はいうんうん、あこいつあかん喋ってあかん人やったっていう。私もでもそれその声出したことはないけど、うん、車輪子でその何回かあんのよ後ろになんか声出してるなみたいな雰囲気するとき、うんうん、そのむちゃくちゃ蛇行運転してやばいやつ演じたことあるなるほどな。はいはいはい。なんか首とかガンガンって鳴らしたりとかチャリ乗りながら、うん、めっちゃ蛇行してこの人怖いなって思わせるっていう、ねうん、やばい女やなで、はい、めっちゃ外股に運転する。なるほど。まあスカート履いてたら微妙やると思うけど、うんうんうん、ズボン履いてたらあいいかもしれないです、ね、もうグッって外股にして、はいはいはい、もうなんていうの肩肘を張ってそう やばっていう、はい、前にやばな雰囲気前に子供乗せてるっていうぐらい足開いてなるほど、ね、やばんな感じにしてはい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 。なんか女性として狙いたくない感じにはしたりする な、うんうんうん、なるほどね。そこぐらいの抵抗は一旦はいはいはい、うん、私らのさ帰り道やったらたまに遅くなることあるじゃないですか、うん、私逆に怖かったのがその時間にめちゃくちゃ、うん、めっちゃ普通の、うん、ザ・オカンみたいな人が、うん、あの普通にチャリこいでて、うん、この時間にそのめっちゃ普通のオカンがチャリこうことないやん普通。まあななんでと思ってめっちゃ怖かってやるやろおかんチャリコほんでなんか楽しそう喋っててそのおかん同士みたいな、うん、こんにちは、そう昼間の風景みたいなのが夜行われてたから一人じゃなかったよ。そう、うん、そのチャリ乗ってて止まってあこんにちはってなって、どっちも普通のおかん同士みたいなこの時間寝てそうな、うん、なんかもうレイちゃんと思っておかんのレイみたい。そう昼間のおかんの生き量おかんの霊はやっぱり夜が昼間みたいなことやからうん、うん、もう私なんかあかんやつ見たと思ってなんかめっちゃ怖かったわ逆にもうあれやと思うで夜子供寝てから、はい、お父さん帰ってき旦那帰ってきて、はい、で多分パートとかに出てるんちゃう。そういうことが今から働きに出るってことか。100円ローソンとかに夜結構おばちゃんおったりすんもんいるな。玉でとかもなやろうめっ
っちゃ白髪の、うん、おじいちゃんとかマクドとかもおるもん。あ、夜勤でね。夜勤で。ああ、そういう、ああ、ちょっとだけでも夜中稼ごうっていうのでな。なるほどな。いてるんよ。そういうことか。それちゃうから。変な時間に昼間のテンションのおばちゃんおるなと思ったけど。で、まあお互い夜勤パートしてるのを知ってるんちゃう。ああ、それで夜勤とか夜パートしてるの。その人らにとっては今がピークタイムだってことです。お疲れ様でしたか、今から行くんか知らんけど。あ、そうかそうか。ほなまあ大丈夫ね、でやないね。大丈夫大丈夫、ね、びっくりした。私も働く頑張るお母さんや。ああ、ほな応援したよ。うん、うん、びっくりした。それとさ、もうそのあの怖いとか関係ないんだけど、うん、この間そのコンビニ寄ったらね、うん、全然そのあかんことじゃないねんけど、うん、なんかいやコンビニの接客ちゃうやろみたいなお兄さんおって、うん、まあ普通に、まあ、30代入ったとことか入る前とかそのぐらいの人なんですけど、なんか私ねビールとイカ明太買ったんですよ、うん、そしたら美味しいですよねイカ明太。コンビニでこの接客と思って。いい方の、いい方のそのコンビ、しかも夜やんな。え、めっちゃ夜、普通に劇場から帰るときに。夜ってさ接客悪い人多いやん。いや多いよ、だってだるいもん。もうサボりたってやってる。ありがとうございました、もういらっしゃいませもう言わん人おるやん。おるおる。それぐらいはせよと思うけど、レジも来てくれへんかったりな、うん、いや、いいですよねイカ明太。結構意外と売れるんですよみたいな出てきて、で、ああそうですか、でもあんま変な人ではない、ね、うん、ああそうですか、美味しいですもんね、うん、みたいな一応対応して。意外とねこれね、もう一個売れるのがあって、なんだと思います？梅干しなんですよとか言って。もう一段階、うん、しかし大きい力ですねみたいな。でも別に何のなんていうの、変な感じもないね、うん、カラッとした喋り。ほんでお気をつけてお帰りください。いや接客よ、よセブン&アイホールディングスさんですよ。あ、さすがセブンさんですね。もう逆にびっくりしました。はい、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？